はいどうも、今回は神奈川県横浜市中区にやってきました。ネーミングもとても親近感を覚えるこちらのお店初訪問です。行ってみましょう。じゃん、浜の親父。行きましょう。
はい、ということでいただいてきました浜の親父さんのラーメンとライスでした。まずここまで固め濃いめ多めでお願いしたんですけども、まずスープは醤油が先行でね立ち上がってくる、こううまいスープで、豚骨感というよりはこれ想像ですけど、おそらく鶏の味の方がね自分には印象的でした。でこれがね臭さとか癖っぽさじゃなくて旨味なんですよね。で醤油も強いんだけど決して尖ってなくて、後味に少し丸みというか、こうなんか、ね、広がりを感じるようなうまいスープでした。本当にこれは。で麺がこれ自分が好きな染谷製麺さんなんですけども、すごく固めなんだけど、ちゃんとコシがもうバネのようなのをバッと押し返すようなコシがあって、それがさっき言ったうまみたっぷりのスープと本当に合いますね。だから僕はご飯も美味しくて、ご飯も進むようなスープなんだけど、それでもねご飯食べるの忘れてしまうぐらい麺との組み合わせ最高、麺がもうちょっとあったらいいなと思ったぐらいのいい組み合わせでした。そしてこちらの他のサイドメニューもねちょっと辛めのラーメンがあったり、気になるものがいくつかあるんですけども、ビールのね品揃えがよくチューハイとかスイムサワーとか置いてあるお店はあるんですけど、ここはビールがハイネケンもあるんですよね。でもサーバーがちゃんとあって、あれも気になりました。なんかその辺やっぱこうなんですかね、店名の浜の親父じゃないですけど、ちょっとこうそういう年代の人ものハートをつかむようなちょっとこうビールの品揃えかなと思いました。チャーシューは、このね肩ロースが柔らかいんですけど、なんですかね、肉の味も程よい押し出し感で、スープがすごい強いので、そこにね癖っぽくかぶってこないのがまたいい塩梅だと思いました。チャーシューとスープの兼ね合いもすごくいい。ここがまた来たいと思いました。はい、ということでした。ここまでご視聴ありがとうございました。ではまた。